JR バス、関東青春ドリーム、大阪号名鉄バス、さぬきエクスプレス、名古屋号京阪バス、東京ミッドナイトエクスプレス、京都号高速バスは、主に高速道路を通行する、路線バスのことを指す。以下、突起ない限り、日本国内の高速バスについて記述する。一般的には、距離が数十から数百キロの都市間輸送、ないしは、 都市と観光地を結ぶものの中で、高速道路を利用するものを指す。ただ、国土交通省等役所の各通達で使われていた、高速バスという言葉も一定ではなく、高速バスという語の法律的な定義はされていない。そのため旅行業者が、自社商品を、高速バスと呼称している事実もあった。高速道路上では、単純に、路線バスと記載されている。 観光バスなどとの識別のため、バスのフロントガラスの運転席寄りに、路線バスの標識をつけている。空港へのアクセスを担う高速バスは、事業者によって、リムジンバスとも案内されるが、リムジンバスを高速バスの海外年としてみなされることがある。高速道路は通過しないが、中長距離の都市間連絡を担う特急、急行バスの場合によっては、 制度上は高速バスと同等に扱う場合もある。なお、特急、急行バスは多くは、一般道経由のバスとして高速バスと区別されるが、事業者によっては高速バス内の上位種別として、特急、急行バスと称する場合や、路線名として、そのように称する場合もある。また、路線全長のうち、高速道路走行区間が短い路線を、 純高速バスと称する場合もある。東名ハイウェイバス、名神ハイウェイバス、中国ハイウェイバスの確定便は、種別が急行となる。ただし、名神ハイウェイバスの急行便は2006年現在、名称上廃止している。高速道路を通過する際には、 放棄によりバスの着席定員を超える乗客を乗せて運行することが禁じられているので所要時間1から2時間程度までの短距離路線など一部を除き事前に席を予約する座席指定制を採用することが多い一部では一般路線バスと同様に予約不要だが定員を超えて乗車できない定員制を採用しているまたほぼすべての路線で 全席禁煙となっている。他の交通機関と比較して安価である場合が多く、鉄道と異なり道路を利用する、関係上、天気などの気象状態のほか、大型連休、休盆、年末年始などの行楽シーズンや、集中工事期間突発的な交通事故などの発生による、渋滞、交通規制などにより、定時運行ができないことがある。以下の記載は、基本的に、 路線バスとしての高速バスに限定して記述する。観光バスタイプの車両に類似するが、路線バスとして運行するため行き先表示装置、自動放送装置、降車ボタン、運賃表示器運賃箱等の一般路線バス車両と同様の機器を取り付けている。逆に必要のない出入り工部のガイド席や客席のマイクなどは装備されていない。ただし、 完全予約制の路線については、自動放送装置、運賃表示器、運賃箱のない車両が利用される場合もある。室内のシートは、ほとんどが、リクライニングシートで、中高路線が3列、または4列、夜行路線が3列独立シートの場合が多い。なお2プラス1タイプの3列シートでは、出入り口側に通路がある車両と運転席側に、 通路がある車両が混在する。また、観光バスとして用いていた車両に、運賃箱や放送装置などを取り付けて、高速バスに転用した車両も多い。観光バスからの転用の場合、ある程度の距離を走る路線でも、トイレなしの場合がある。西日本鉄道などでは、夜行車を、中高用に転用したことがある。逆に、JR バス関東では、 中高用の車両を独立三列シートに改造の上夜行用に転用したことがある。黎明期の高速バスでは通常に比べ出力の大きい専用のエンジンを搭載したバスをメーカーに特別注文したものもあったが通常の観光バスと比べ価格が高くまた市販の観光バスの車両の出力が大きくなったために必要性が薄れ。 現在では製造されていない。ただし、前述のように、各、メーカーとの通常の観光バスをベースとして、行き先表示装置など路線バスとしての装備と、車内を最小限の簡素な仕様とした高速バス向けの車両を用意している。さらに、夜行高速車の場合、三列シート、交代乗務員の床下,下仮眠室など夜行バス向けの装備と、 高出力エンジンと制動力に優れたフルエアブレーキを装備したインターシティ仕様を各メーカーが設定している。またコストダウンとバリアフリー化のため近距離高速バスについては高出力エンジン仕様のトップドア路線バスやいわゆるワンロマをベースとした車両もあり一部事業者で集中的に導入されている。一部事業者では 運行コスト削減のためマイクロバスを使用する事例もある。また、曜日限定ではあるもののジャンボタクシー車両を使用した路線も存在した。中長距離用の場合は、車両中央部の床下、または、最後部に便所を設けてあるものが多いが、盆や正月などで増便する場合、観光バス車両など、トイレを設置していないバスが使用されることがある。 その場合は高速道路のサービスエリアパーキングエリアでの休憩をこまめに取ることがある。また、高速バス自体は禁煙となっているので、休憩先の喫煙所は高速バスが止まっている間は混雑する傾向にある。トイレはハイデッカースーパーハイデッカーでは中央部か最後部、ダブルデッカーでは1階の最後部に設置されている例が多く見られる。 設置場所の制約からコンパクトにまとめられており、下の写真にあるように、用を足すための最小限の広さのものが多いが、広さを横幅いっぱいに拡大し、便器の他に洗面台や鏡を備えたパウダールームを設置している例もある。床下には大きな荷物を収納するためのトランクが設置されており、車外から車体側面下部にあるトランクリッドを開けて、 荷物を出し入れするようになっている。また、夜行高速車では床下もしくは最後部、2階建て車の場合は、開花席前扉脇にカプセルホテルに似た形状の乗務員仮眠室も設置されており、運転しない乗務員は横になって仮眠することができる。床下配置の場合は、中央床下トイレの脇に仮眠室の出入り口があり、 また外部からもトランクルーム同様のドアがあり、出入りが可能になっている。続行便等で仮眠室を装備していない車両を使用する場合は、運転席後部の座席を仮眠スペースとして使用するケースが多い。かつては長距離路線を中心に AV サービス機器が装備されていたが、近年は縮小、省略の傾向にある。座席に個別の液晶テレビを備えている例もある。 また、長距離路線を中心に急茶器、冷蔵庫によるセルフサービスでの飲み物の提供、あるいは自動販売機による飲み物の販売、100円効果もしくは、テレホンカード専用車内電話などの設備、サービスが実施されていたが、これらも縮小、省略の傾向にある。一方、近年では、乗客がノートパソコンやスマートフォンを利用して、車内で、 インターネットに接続することを可能にするため、車両にコーシューム線 LAN を導入したり、座席にモバイル機器充電用のコンセントや USB ポートを設置したりする事例も増えている。同一の区間で設備と運賃に格差をつけた複数の便が運行されている例がある。また同じ車両であっても、設備と価格に格差をつけている場合がある。 高速バスで使用される車両の寿命は、目安として、走行距離が100万キロメートルを超えた頃とされており、運行距離が長い路線の車両では10年を待たずに、新車と入れ替えて廃車にされるサイクルにあった。しかし、2010年代に入ると観光バスの需給が、逼迫し始めたことから、徹底した整備を施し高速路線で運用を、続けたり、 観光バスへ転用される車両も見られるようになっている。中古車市場では極端な多走校舎であっても取引が行われる事例がある。戦前にも省営自動車広浜線など長距離路線が存在したが第二次世界大戦による燃料統制でバスの運行は極めて困難な状態となった。戦後燃料統制が解除された1950年代から 再び長距離路線が増え始める。1950年には、市畑電気鉄道が、広島松江線を直通急行バスとして運行開始。九州の福岡熊本間や、福岡小倉大分間などで長距離バスの運行が開始され、その後は自動車技術の発達や、舗装や拡幅、車線の上下完全分離などといった道路改良に伴って、 各地に一般道路経由の長距離バスが誕生した。関門急行線以降、長距離バスには、パワーステアリング、エアブレーキ、エアサスペンション、冷房装置、リクライニングシートといった、長距離輸送に適した装備を備える車両が使用されるようになっていった。当時は、道路の方の一級国道でさえ、未補足間や車両の行き違いの困難な道幅の狭い区間が、 残るなど道路事情は良くなかったが、まだ、マイカー普及前で、交通量も少なかったことで渋滞が少なかった上、国鉄の輸送も近代化される前で幹線でも、単線、非電化で輸送力の低い路線が多く、バス利用者も多かった。その頃の長距離バスは、鉄道のライバルというより、むしろ鉄道の補完的な役割であった。初期の高速バス車両国鉄、 日の RA900P 日本では以下のバス路線が糸口とされている。これ以降、旧本や年末に貸切バスを利用した会員制、帰省バスと銘打った大都市から地方都市への長距離バスが運行されるようになる。当時は、東名、名神以外の高速道路はまだ開通しておらず、ほとんどは一般国道での運行で所要時間もかかったが、 規制ピーク時でも座席が確保されるということもあって、好評を博していた。また、一般道路経由の長距離バスも、国道改良がさらに進み、いわゆる、バス黄金時代を迎えていたため多数の路線が、開設され、その受け皿になる、沿線バス事業者出資の合弁バス事業者も数多く、設立された。1970年代後半は、 新幹線などの鉄道輸送網が所要時間などの面で優位に立ち、近距離ではモータリゼーションによるマイカーへの転移が進み、その上二度にわたるオイルショックの影響も重なり、高速バス路線の運営が硬直化していったこともあって、本州の高速バスにとっては厳しい時代を迎える。東京新潟線九州号1980年代に入ると、旧。 国鉄の運賃、料金値上げや夜行列車の削減、廃止が相次ぎ、さらにサービス水準も旧体以前のままであったため、鉄道輸送網が次第に競争力を下げて行き、高速バスの運賃面での優位性が際立ってきた。また、路線の運営面でも、より合理的なシステムが生まれた。そのため次第に高速バス路線が増加の傾向を見せるようになった。 この時代は、芸機や高速道路網の拡大、さらには、国鉄の分割民営化も、相まって、大都市のバス事業者と地方の事業者が相互乗り入れする、形で、路線拡大が急速に進み、全国ネットを確立していった時代である。高速バスブームの立役者、ノクターン明け方にサービスエリアで休憩する各社の、高速バス関西から淡路島。 四国への高速バスも、西京アクアライン高速バス全国の、高速バス路線網が一通り完成して、開設ブームが終わり、新規路線拡大が落ち着きを見せる。バブル崩壊後の不況とも相まって、利用者のニーズに合わない路線が淘汰されていった時代と、言える。赤市海峡大橋、アクアラインの開通と高速バス西日本 JR、バスメガライナー2001年2月の、 改正道路運送法施行により、バスの新規路線開設、さらにバス事業自体の免許制から許可制の移行など、規制緩和されたことから、貸し切りバス事業を中心とした、新規参入、さらにこれを利用した、会員制都市間、ツアーバスの運行が活発に行われるようになり、高速バスは、厳しい競争の時代を迎える。また過剰な設備を廃止。 高速バスの最大のメリットである低運賃を今までよりさらに追求していく傾向が出てきた。また JR バスグループはその頃からすでに利用者が減少して不採算に陥っていた地方の一般路線を廃止、縮小し利用が堅調な高速バスに特化させる傾向が強まった。首都圏京阪神圏での激しい競合高速バスと ツアーバスの競争が激化していると、ツアーバス高速道路の延伸による、地方部への展開渋谷、新宿ライナー、浜松号、清水ライナー、焼きそばエクスプレス、名古屋ライナー、甲府号。ETC 休日特別割引に対する懸念、ツアーバスとの一本化2010年以前から、ツアーバス形態について各種の問題点が指摘され、ツアーバスのあり方が検討されてきたが、 2012年に発生した関越自動車道高速バス、居眠り運転事故を受けて、ツアーバスと高速路線バスの一本化が行われることとなった。一本化後の制度は、新高速乗り合いバスとして、2013年7月31日夜から運用開始されている。この過程で、従来の乗り合いバス事業に対しても、運賃設定や、 管理の住宅などに関する規制緩和が行われ、既存事業者にもそれらの制度を活用する例が現れた。その一方で、ツアーバス事業者のうち、新高速乗り合いバスに移行したものは3割程度にとどまっている。旧ツアーバスの事業者については、新高速乗り合いバスへ移行後にさらに新規路線を運行開始する事業者もある一方、一旦は、 新高速乗り合いバスへ移行して運行開始したものの、その後に事業を廃止し、路線を急廃止したり他社に譲渡したりした事業者もある。西日本 JR バス、プレミアムドリームアクアライン高速バス、川崎駅木更津駅線2000年代に行われたバス事業規制緩和と引き換えに、交通違反などの各種法令に違反した場合の行政処分の規定が新たに設定された。 違反した場合は、道路運送法40条に基づき、状況に応じて、事業者、営業所単位で、違反点数が付加される異形違反点数が、一定以上になると、50点以上で、バス事業の停止、80点以上で事業の許可取り消し処分が行われる。そのため、違反した事業者は、国土交通大臣及び、各運輸局長、運輸支局長、 自動車検査登録事務所長の命令により、一定期間違反した事業者、営業所での事業拡大が禁止される。違反点数の累積期間は、原則3年間である。ただし、違反点数が付加されていない営業所において、行政処分以前の2年間に違反行為がなく、かつ、違反点数が付加された営業所において2年間違反行為がない場合は、 行政処分から2年経過した時点で消滅する。なお事業者が分割、譲渡した場合は、事業者、営業所単位の累積違反点数が承継される。なお2004年8月1日に基準が改正され、事業拡大の禁止期間が、それまでの2年間から5点以下の処分で3ヶ月、19点以下で6ヶ月、20点以上や悪質違反で1年間に緩和されたが、 車両停止の処分については厳格化され従来は使用停止台数と使用停止日数の積を10で割った数値が整数でない場合は波数を切り上げていたが改正後は使用停止車両のうち1台の使用停止日数を延長して整数となるように変更された2006年5月には飲酒運転を放置した事業者に対しては違反点数に関係なく事業停止の処分が 下せるようにするといった法案が提出された。座席定員制を取る小港鉄道のアクアライン高速バス座席指定のしで発売される。この場合は事前予約はできないので乗車時にバスターミナルの窓口で乗車券を購入するか一般の路線バスのように車内で直接運賃を支払うことになる。先着順に乗車し空いている席に自由に座ることができる。 満席となった場合は、補助席を利用することになる。しかし、法令により、高速道路では立ちっぱなしの乗車はできないため、補助席も埋まると乗車できず、次発の便に回されてしまう。近距離の高速バスはこの方式を採用している、路線が多い。予約定員制を取る小田急箱根、高速バス基本的には、座席定員制と同じだが、 事前に乗車する便を指定して予約することが原則である。座席は指定せず、空いている席に自由に座ることができるが、予約していれば、その便の座席が一席分確保されているので満席で、乗れない心配はない。予約せずに乗る場合は予約した乗客が優先される、ため満席で乗れないこともあり得る。その場合も、座席定員制と同様、補助席を利用する。 補助席も埋まると、次発便へ回される。座席指定制を取る、中央高速バス予約指定制とも言う。事前予約を原則とし、発見時に乗車便、座席も指定するもの。ほぼすべての夜行路線や、私鉄、専業系バスの中、長距離路線の大半で、この方式が採用されている。乗車券は、バスターミナルなどにあるバス事業者の直営窓口や、 旅行会社で事前に購入する。購入前に電話で予約ができる路線がほとんどである。バスターミナルや旅行会社以外での購入方法次のようなシステムがある。高速バス乗車券、乗車票、指定券109ツアーバス転換路線ツアーバスから移行した新高速乗り合いバスの場合、上記とは異なる独自の予約サイトを持ち、窓口を持たず支払い方法を クレジットカード、または、マルチメディアステーションでの支払いに限定し、乗車券を発券しない場合が多い。また、新高速乗り合いバスでない高速乗り合いバスは、乗車券を発券した際に、座席も指定されるが、新高速乗り合いバスは運賃を支払っても、その時点では、座席が指定されず、 当日の乗車時に、乗客の性別などを考慮して座席が設定され、各乗客に連絡される場合が多い。日本の高速バスでは便、または路線ごとで相性をつけているケースが多い。理由については様々だが、座席指定性の場合は、発見、事務処理上の便宜としてつけている他路線、目的地の宣伝広告の意味でつけているケースが、ほとんどである。 自由席の路線でも、路線、目的地のアピールとしてつけているケースがある。付け方としては、以下のような付け方が見られる。台湾の高速バスの例、韓国の高速バスの例、中華人民共和国の高速バスの例鉄道や、航路の未発達な途上国を中心に利用されているが、先進国、準先進国でも、高速道路が発達した地域では、 多くの路線が設定されていることが多い。フィリピンやペルー、ドイツや台湾、韓国は、それぞれの例である。特に鉄道、航空機との競争が激しい台湾では、路線によっては2列シート、あんま、おしぼり、個人テレビバスがある月の豪華な都市間高速バスが24時間体制で、運行されている。一方アメリカでは、長い歴史を持ち、アラスカを除く。 本土全土に路線網を有するグレーハウンド高速バスがあるが、鉄道のアムトラック同様以下の理由により、都市間交通は高速な航空機の独占上とかし、都市間バスは淘汰されつつある。ヨーロッパではほとんどの国が陸続きになっていることから国際間の路線バスも多く、各国のバス会社が加盟するユーロラインズという協業組織がある。 ありがとうございます。